いいとこねえかな。おい橋本、なんかいいとこねえかな。そうさ、いいとこいっぱい、和歌山県橋本市。1月10日、橋本市消防出初め式が行われました。消防団員や市消防職員約600人が参加しました。柱中、柱中、先生、私たち新入団員は両親に従って忠実に消防の義務を遂行することを誓います。市民会館での式典後、橋坊も出初め式の任務に就きました。晴れ渡る青空の下、部隊行進や消防車両による車両行進も行われました。車両は橋本地区に配備しております。部分と吉原地区に配備しております。第三分団、日の川河川敷での一斉放水では多くの人が見物に集まりました。工場放水60度の工場放水始め、うわっ、県立橋本体育館で橋本市成人式が行われました。華やかな振袖やスーツ姿の新成人589人が参加し、会場は久々の友達との再会に喜ぶ笑顔で溢れました。成人式の運営は新成人が担当させていただいています。よろしくお願いします。今度は私たちが次世代のために恩返しをする番だと感じています。今年をもって二十歳になったということで、やはり大人になったということを、皆さんから祝ってもらえたので、これを機にですね、やっぱりこの橋本市に育ててもらった恩を今度は返していく番だと思いますので、これから20年、30年と頑張っていくように、していきたいなというふうに思います。二十歳になって、新成人迎えて責任とかいろいろ要求される場面とかいろいろあると思うので、僕たちそういう自覚を持っていろんな選択に立ち向かっていきたいと思います。僕はまだ、学生ではあるんですけど、これから社会に出るにあたって橋本市出身ということを誇りに思いながら、また、橋本市出身の人々を思うとして恥じのないような人間になるように頑張っていきたいと思います。ちょっと親にも迷惑かけたんで、勉強とか頑張って親孝行したいと思います。まもなく未来に向かってということで、みんなでお願いしましょう。お手を貸しておく、よーお願いします
バイバーイ。はーい。